スー・ゲートウェイ空港は、アメリカ合衆国アヨワ州、スーシティにある、軍民共用空港である。スーシティの中心街から約10キロメートル南に位置する。2002年には、スーシティ出身のアメリカ空軍大佐で、名誉勲章と空軍十字章を共に受章した、唯一の人物であるジョージ・エヴァレット・バドデーを称えて、カーネル・バドデー・フィールドの名称が付けられた。 スー・ゲートウェイ空港にはアメリカン航空が2路線を開設している。空港の年間旅客輸送量は2015年が26,104人、2016年が36,413人である。アメリカ連邦航空局による2017年から2021年の国家空港総合整備計画による分類ではプライマリーエアポーツに位置づけられている。スーゲートウェイ空港には スーシティ空軍周辺基地が併設されており、アイオワ空軍周辺航空機動軍団の第185空中給油航空団の本拠地として、KC-135 が配備されている。1989年に発生した、ユナイテッド航空232便不時期事故の事故現場でもある。スーゲートウェイ空港の前身となる、スーシティ公営空港が建設されたのは、 1937年から1940年にかけてである。当時、アメリカではニューディール政策が進められており、この空港建設も公共事業促進局の事業の一環であった。三本の滑走路と駐機場、それらを結ぶ誘導路、そしてターミナルビルが建設された。建設地の北西には、もともと芝の発着場があった。 1928年設立のミッドコンチネント航空は、スーシティを本拠地にして、定期便やチャーター便を運航していた。また、1930年にはノースウエスト航空も同市に乗り入れたものの、スーシティ空港が開港した1940年時点で、就航していた航空会社はミッドコンチネント航空のみだった。 1944時点の空軍基地の見取り図1939年に第二次世界大戦が勃発し、1941年にはアメリカ陸軍航空軍が設置された。同年にスーシティ空港はアメリカ陸軍省にリースされることになった。そして、真珠湾攻撃から数ヶ月後の1942年3月に飛行場敷地内で、 スーシティ陸軍航空基地の建設が始まり、同年4月末からリースが始まった。賃料は年間1ドルで、政府が希望すれば1967年まで毎年同額で更新できるという契約だった。リース開始時までに空港敷地は1400エーカーに拡張されていた。滑走路の延長や奥舎の建築が進められ、同年7月に基地が完成した。 スーシティ陸軍航空基地は B-24 や B-17 爆撃機の乗員要請拠点の一つとなった。1945年12月、任務完了に伴い、スーシティ陸軍航空基地は閉鎖されたものの、翌1946年9月に空軍予備役の基地として飛行場が再開された。スーシティ航空基地は戦後開設された。 最初の空軍予備役基地の一つとなった。陸軍航空軍を前身として、アイオワ空軍周兵に第174飛行隊が編成され、1946年5月にスーシティに配属された。同年12月、連邦政府の承認を得て、同飛行隊は拡張され、P-51 戦闘機が配備された。空軍周兵部隊の配置に伴い、 スーシティ航空基地はスーシティ空軍周辺基地に改称した。1948年、スーシティは戦時資産管理事務局から飛行場の権利、放棄証書を受領した。そして同時にアイオワ州兵が飛行場を強用できるリース契約が締結された。その後1970年にスーシティはアメリカ連邦政府と最終的な譲渡証書を交わし、 アメリカ軍所有の施設や設備の所有権が市に移った。1949年、第174飛行隊のジェット機への転換が始まり、数ティ航空基地に海 -84 戦闘機が配備された。その後朝鮮戦争による軍務召集や数度の機種更新や部隊改編などを経て、1962年10月には、 第185戦術戦闘軍に改組された。この改組で組織の人員は2倍近くに増え、800人の将校と飛行士を要するようになった。この頃、同部隊では、回 -100 戦闘機が運用されていた。1953年にはターミナルビルの大規模増築が行われ、完成塔も建設された。数ィ路線を運行していた。 ミッドコンチネント航空は1952年にブラニフ航空と合併し、スーシティ路線もブラニフ航空に引き継がれた。1965年にはブラニフ航空が BAC1 から11を投入し、これがスーシティ空港へのジェット旅客機の最初の就航となった。1986年、コンピューターメーカーのゲートウェイの資金提供により、 数式公営空港の改造が行われた。この時、新しい空港名が公募されて、スーゲートウェイ空港へと改称された。1988年には3本ある滑走路の、うちの滑走路22,04が閉鎖された。1989年7月19日、スーゲートウェイ空港で大規模な航空事故が発生した。 コロラド州デンバーのステープルトン国際空港からシカゴオヘア国際空港へ飛行していたユナイテッド航空のマクドネルダグラス DC-10 型機が全ての油圧系統を喪失し操縦翼面の操作できなくなった同機は左右のエンジン水力の調整により数ゲートウェイ空港へ向かった操縦が困難な状況ながらも事故機は前年に閉鎖された 滑走路22への着陸を試みたが設置直前にバランスを崩して大破炎上した。スーゲートウェイ空港における消防救助隊は第185戦術戦闘軍が担当しており、部隊の全車両個体が出動し救助活動に当たった。さらに、スーゲートウェイ空港に就航していない大型機の緊急事態であったことから地域緊急対応計画に従い、 スーシティ消防部の応援車両も加わったほか、スーシティと相互援助協定を結んでいた近隣自治体からの応援も集まった。スーゲートウェイ空港では被害者90人を想定した大規模な災害訓練が1987年10月に実施されており、本事故前月の1989年6月にも小規模な訓練が実施されていた。これらの経験は、 現場や負傷者を受け入れた病院での救助活動に生かされた。乗客乗員296人のうち最終的に112人が死亡したものの半数以上が救助された。この救助活動は後に連邦航空局により称賛された。1999年の時点でスーゲートウェイ空港にはノースウェスト航空とトランスワールドエクスプレスが就航していた。 2001年から2002年の間にトランスワールドエクスプレスはシャトーカ航空、そしてアメリカンコネクションへとブランド名を変えた。この頃、スーゲートウェイ空港への旅客便はサーブ340などのプロペラ機が用いられてきたが、2001年入ると航空会社は相次いでリージョナルジェットへ転換する動きを見せた。2001年8月にはリージョナルジェットに接続できる ボーディングブリッジがターミナルビルに増設された。ところが2001年9月11日、アメリカ同時多発テロ事件が発生した。テロ発生直後、アメリカ連邦航空局は航空機の飛行を全面禁止し、アメリカ国内の1万9000もの空港が閉鎖された。スーゲートウェイ空港も閉鎖され、全ての飛行が停止された。事件から2日後、 一部の航空会社の運航が再開された。スーゲートウェイ空港の旅客営業も9月14日に再開したが、旅客便の運航スケジュールが不透明だったため、空港は換算としていた。この事件以降、スーゲートウェイ空港の旅客数は減少した。旅客機を乗っ取り乗客乗員を巻き込んで自爆テロを起こすという事件に、航空輸送需要が急落した。 座席供給を減らすため航空会社は運航機材を小型機に変更したことでリージョナル機の運航比率が高くなった。しかしテロ事件以前よりアメリカのパイロット協会と航空会社はリージョナル機と大型機との比率を決まった範囲内に制限する協定を結んでいた。制限比率を維持するための煽りを受ける形でアメリカンコネクションは リージョナル機で運行していたスーシティ路線の廃止を決めた。2002年3月、アメリカンコネクションはスーゲートウェイ空港から撤退した。スーゲートウェイ空港にはかつて4社が路線開設していた時代もあったが、同空港へ就航している航空会社はノースウェスト航空のみとなった。スーゲートウェイ空港の代わりに約 140km 南にあるオマハのエプリー、 エアフィールドを利用する人が増加したという声もあった。2002年5月25日、数式出身のアメリカ空軍大佐、ジョージ・エヴァレット・バドデイを称えて、カーネル・バドデイ・フィールドの名称が付けられた。バドデイこと、ジョージ・エヴァレット・バドデイは、ベトナム戦争に従軍した第185戦術、戦闘軍のパイロットで、名誉勲章と、空軍十字章を共に受章した。 唯一の人物である。同年には、バドデーの銅像がターミナルのそばに建てられた。スーシティ空軍周辺基地で中期中の F-16 戦闘機。第185戦術戦闘軍時代の1998年、撮影。スーシティの部隊は、第185空中給油航空団に再編され、スーシティには、 KC-135 空中給油機が配備された。2009年撮影。アイオワ空軍周兵の第185戦術戦闘軍は、プエブロ号事件やベトナム戦争に伴う前線展開などを経験しつつ、機種更新などを重ねてきた。スーシティ空軍周兵基地には、海 -100 戦闘機に続いて A-7 攻撃機が、そして1991年からは、 海 -16 と、短座戦闘機が配備されてきた。しかし、世界情勢の変化に伴い、数式の基地に求められる役割も変化した。第185戦術戦闘軍は、アイオワ空軍周辺航空機動軍団の第185空中給油航空団に改められ、2003年11月に、数式基地へ、KC-135 空中給油機の配備が、 始まった。2003年から2004年にかけて、KC-135 空中給油機の配備に対応するため空港設備の改良工事が行われ、誘導路が改良された他消火救助施設の増強などが行われた。また、2003年には、スーゲートウェイ空港の東を南北に走る、週刊高速道路29号線のインターチェンジが改良され、そこから、 旅客ターミナルまでを結ぶ道路が建設された。ターミナルビルは築50年を超えたことから2008年から3年かけて空港の大規模改装が行われた。ボーディングブリッジのうち旧式化していたものが更新された。改築費用として6200万ドルを要し、そのうちの78%をアメリカ連邦政府とアイオワ州政府が負担した。加えて、 ボーディングブリッジの更新費用397万ドルを連邦航空局が助成した。最終的なスーシティの負担額は140万ドルだったが、それでもロアリや排水に関する痛みが大きく、当初予定の2倍の負担となった。2007年10月にはフロンティア航空がスーゲートウェイ空港とデンバーを結ぶ路線を開設した。しかし間もなく同社は、 連邦倒産法第11章を申請したことに、伴い複数の路線が休止され、2008年5月に、スーシティからも撤退した。2008年4月には、ノースウェスト航空とデルタ航空が合併し、ノースウェスト航空のスーシティ路線は、デルタ航空に継承された。この頃、デルタ航空は、同社のハブ空港である、ミネアポリスセントポール国際空港と、 スーゲートウェイ空港を結ぶ路線を運行していた。2011年にスーゲートウェイ空港への就航会社に対する助成金の公募が行われた。デルタ航空のほかアメリカン航空がこの助成金に応募した。アメリカン航空はシカゴオヘア国際空港への就航を提案したのに、加え将来さらに別のハブ空港への就航に前向きな提案を行った。一方、 デルタ航空はミネアポリスへの路線維持を提案し、新たな空港への就航には消極的だった。スーシティの航空利用客はビジネス、観光ともにシカゴ便の就航を望んでいた。スーゲートウェイ空港の評議委員会はアメリカン航空の提案を採択し、連邦政府からの補助金が同社に提供されることになった。2012年4月、 アメリカン航空のリージョナル部門であるアメリカンイーグルがスーシティシカゴ船を開設させた。デルタ航空は燃料費の高騰に伴い路線維持は困難という理由で同月スーゲートウェイ空港から撤退した。2014年6月にはフロンティア航空がスーシティへ再就航したものの半年たたずで撤退した。2015年には 乗り入れ再開の予定はないと述べている。2016年5月、アメリカン航空は、同社のハブ空港である、ダラスフォートワース国際空港とスー・ゲートウェイ空港を、結ぶ路線を新設した。これまでオマハの空港を利用していたビジネス客には、スー・ゲートウェイ空港の利用に切り替える人も見られた。スー・ゲートウェイ空港は、スーシティが所有している。市には、 空港理事会が設置されており、空港の管理や運営の責任を担っている。スーゲートウェイ空港は、スーシティの南東部に位置し同市の中心街からの距離は約1 0トルである。空港の西側にはミズーリ川が流れ、東隣にはサージャントブラフがある。空港の東を南北に走る、週刊高速道路29号線には、空港資金にインターチェンジがあり、 空港まで続く接続道路も整備されている。空港には旅客便利用者やジェネラルアビエーション利用者のための駐車場もある。スーゲートウェイ空港は2460エーカーの敷地面積を持ち2本の滑走路を有する。滑走路13、31は長さが9002フィートでコンクリート舗装。滑走路七三十五は長さが六千六百フィートで アスファルト舗装である。共に幅は150フィートである。空港の標高は1098フィートである。日没時のスゲートウェイ空港。空港にはレーダー設備を備えた管制塔があり、ターミナルレーダー侵入管制業務を行っている。中機場は大きく分けると、敷地中央部と南側に2カ所あり、中央部が民間航空向け、南側が 周辺の基地に用いられている。民間航空向けの中機場には旅客ターミナルがあるほか、運航支援事業も営業しており、ビジネスやプライベート機といった、ジェネラルアビエーション向けサービスを提供している。旅客ターミナルは1940年建築で1953年に最初の大規模増築が行われ、2011年に改築を終えた。ターミナルの旅客エリアは1階で、 一般区域、保安区域、事業者入居区域がある。保安区域には出発ラウンジがある。一般区域には、航空会社のカウンターのほかカフェや、土産物店、レンタカー店が入居している。また、手荷物受取所があり、手荷物輸送用のコンベアが備えられている。旅客ターミナルのそばには、バドデーの銅像が建てられている。台座を含めて高さ十三フィートで、 ベトナム戦争当時の飛行服姿の立像である。開港以来、スーゲートウェイ空港には、ブラニフ航空、ノースウェスト航空、フロンティア航空、デルタ航空、オザーク航空などが就航してきたが、2018年現在で運航されている定期旅客便は以下の通りである。アメリカ連邦航空局の統計によると、 スー・ゲートウェイ空港の年間旅客輸送量は2015年が26,104人、2016年が36,413人である。2017年から2021年の国家空港総合整備計画による分類ではプライマリーエアポーツに位置付けられている。スー・ゲートウェイ空港の3レターコードはサックスである。このコードは本来は1文字ずつ発音するものであり、 サックスは SUX と呼ぶ用意とされていた。しかし、この3文字はしばしばサックスと同じ発音で呼ばれる。しかし、アメリカ英語において、サックスは俗語としても用いられ、無別的に最悪である、非常にムカつくといった意味を持つ場合がある。2002年には、数式市長のクレーグ・バーンスタインは、サックスは死にとって恥ずかしいコードだと述べている。 1988年と2002年に、数式側は、アメリカ連邦航空局に、空港コードの変更を請願した。これに対して当局からは、グー、魚、キーと SGV、ゲイの5つの変更案が提示されたが、空港の理事会は変更依頼を取り下げた。取り下げの理由として、提案されたコードよりもサックスの方が、印象的で覚えやすいといった理由が述べられている。 そして、スー・ゲートウェイ空港は、2007年から、フライサックスというスローガンを展開した。スー・シティ公営空港時代を含め、スー・ゲートウェイ空港及びその近郊で、死亡事故が3件発生している。最初の死亡事故は1944年に発生した。アメリカ陸軍航空軍のダグラス DC- に、ガタ機がスー・シティ陸軍航空基地を離陸後間もなく、 エンジン出荷とみられるトラブルにより墜落、炎上し、搭乗者3名全員が死亡した。次の死亡事故は1951年に発生した。ミッドコンチネント航空のダグラス DC-3 アンペア型機が数ィ空港への侵入中に墜落炎上した。搭乗者25名のうち、乗員3名と乗客13名が死亡した。事故原因は、 地表付近で旋回した際に失速したためと推定されている。3件目は1989年に発生したユナイテッド航空232便不時期事故である。ユナイテッド航空のマクドネルダグラス DC-10 型機が飛行中に操縦翼面を操作できなくなり、エンジン推力の操作でスーゲートウェイへ緊急着陸を試みた。 機体は大破炎上し、乗客乗員296人のうち最終的に112人が死亡したものの、空軍周辺や自治体の消防救助隊の活動により、半数以上が救出された。詳細は、ユナイテッド航空232便不時着事故及び、スーゲートウェイ空港 FC を参照。ありがとうございます。